こんにちは、カルダナエダ10万円勝負です。今日は2020年の6月22日、時刻は23時24分です。現在のエダコインの値段は 8.683 円です。昨日から少し上がってますね。 2.2% 上がってます。チャートを見てみます。これ4時間足ですけども、9円から下がってきて8.4円でちょっとバウンドして今 8.7 円ということですね。はい。直近の安値はこの 7.6 円ぐらい、ここから上がってきてちょっとね、高いところで推移しているという感じです。でもうちょっと長いスパンで見ると、10円から落ちてきてね、この8円前後で揉んでいるということです。まあここでちょっとね、ボラティリティが小さくなってきているので次にね、上がるのが7月2日の、サミットあたりかなという気がしてきますね。はい。そこで、まあ、なんですかね、カルダノの、いろんなところが明らかになって、注目も浴びて、上がっていくんじゃないかなというふうに思います。はい。ではですね、ツイッターの方で、情報を得たいと思います。はい。今日はですね、もう、お伝えするとしたらこれしかないかなというふうに思いますね。まあ、私がお伝えするではなくて、ゆうたさんがお伝えしているんですけども、そちらをですね、確認していきたいと思います。カルダナエダ、ライトエイダのすべてと、動画と記事を作りましたということですね。内容としては、目的は、その正体は、入手方法は、結局何をすればいいの、投票とはということで、このようなですね、動画を作っていただいてますので、ですね、これを参照なさってください。で、この概要をね、の記述がありますので、そちら拝見したいと思います。はい、こちら、カルダノの、ホームページになります。ライトエイダとは何か、なぜあるのか、どうやって手に入れるのか、30秒で読める概要とよくある質問ということです。こちらの動画で、詳しく30分ぐらいですね、ゆうたさんが話されているので、時間のある方はですね、じっかり見ていただければと思いますけども、こちらに30秒で読める結論というね、非常にありがたい記事がありますので、これを見ていきたいと思います。はい、30秒ですので、ここでですね、結論は以上ですと。ここまで。なので、一回読んでみます。一つ目、ライトエイダの目的は、エイダよりも安全性が落ちるけれども、エイダの少し未来の機能を早く実装して試す、過去ビットコインに対するライトコインのような存在のことですということですね。はい。昨日の翻訳でも、書いてありましたけど、こちらを使ってですね、いろんな、機能を試していきたいというのがですね、開発チームが、いろいろ考えているということでしたね。はい。で、2つ目、ライトエイダとは、本物のエイダを2019年11月時点で持っていた量に応じて復元可能になったテストエイダ、おもちゃエイダ、いろんな呼び方があるけれども、いろんな呼び方で呼ばれていたテストネットのステーキングダイダロス、または鎧に表示されているエイダのことです。ということなので、今のこのライトエイダというのは、去年のね、11月にスナップショットをやって、新しいテストのネット用のウォレットにあるエイダ、あれを、ライトエイダという言い方をしているというようなものになります。だから、新しいなんかブロックチェーンができたというわけじゃなくて、今までね、テストネットで、インセンティバイズテストネットで使っていた、エイダがライトエイダということみたいですね。はい。で、3つ目、ライトエイダの入手方法は、現状は2019年11月末時点にダイダロス、または鎧に持っていた量に応じて、テストネットステーキング、ダイダロス、または鎧で復元することです。ということなので、これはもうやってる方がほとんどですよね。はい。で、スナップショットをやったら、テストネットでステーキング参加するには、テストネット用のダイダロス、または鎧を作りましょうということでやりましたね。はい。なので、それをやってやるということイコールライトエイダがあるということですよね。はい。ですよね。というか、そうみたいですね。はい。で、サイドスナップショットが投票で決まった場合は少し変わりますと書いてあるので、この2019年の11月末時点にスナップショットやって、それをテストエイダとして、ウォレットを作ったんですけど、それと同じことをまたやる可能性があるよということみたいですね。はい。それは投票でこれから決めるということみたいです。
で4つ目、ライトエイダ関連してやった方が良さそうなことは、2019年11月末時点でアイダロスまた鎧にリアルエイダがあって、まだライトエイダを復元していない場合、11月の時点になかった場合はまだ何もできていないので静観ですと、は復元してテストネットを継続してサポートするプールへ委託することですということなので、スナップショットはやったけども、テストネットに参加してない、テストネット用のウォレットを作ってない人っていう人がね、中にはいらっしゃるということで、そういう方は今からでも、テストネットのウォレットを作って、すなわちライトエイダを作って置いておけば、そこでね、またステーキングが始まったりする可能性がありますよということですよね。はい、で結論が以上ですということです。でこの下にですね、まだいろいろ気になる方は、どうですか、まだ情報がありますよということで、書いてあります。でこの中で、重要なものは、まずここだと思いますね。エイダとライトエイダはビットコインとライトコイン並みに別物と言ってますけど、エイダとテストエイダは別物だということですね。ただステーキング報酬がね、移動できるというようなことがあったりするので、ちょっと似てて、でちょっとそのね、同じようなものだっていう感覚を持ってしまいますけども、そうじゃないということですよね。はい、エイダとライトエイダは2019年11月末に同じ量が復元できるようになったことと、8月3日にステーキング報酬としてもらったライトエイダ分だけリアルエイダが復元できるということ以外に関係ありませんということなので、ステーキング報酬を、リアルエイダに変えるというね、ところだけは、関係するんですけど、それ以外は関係がないということですね。でエイダを全て売ってもたくさん買ってもメインネットでステーキングしてエイダを稼いでもライトエイダには何の関係もありませんと。ライトエイダを全て売ってもたくさん買ってもメインネットステーキングしてライトエイダを稼いでも8月3日の復元分以外はエイダに何の関係もありませんということです。はい、でもう一つは、同じようなことですけど、テストネットステーキングが再開された場合、リアルエイダとして復元できるライトエイダの額はどのようになりますかという質問に対して、今のところ7月末までリアルエイダとして復元できるテストネットステーキングが提案される予定ですと。そのようになった場合、6月20日までに稼いだライトエイダに加えて、投票有効化後から7月末にかけて稼いだライトエイダもリアルエイダとして復元できる可能性がありますということですね。だから一旦、6月20日でステーキング報酬がね、入らなくなりましたけども、また入るかもしれないと。で、それも含めて8月3日に、メインネットの方にね、移動ができるんじゃないかなということですけど、可能性がありますと言ってるので、未確定みたいですね。はい。ということで、楽しみにしていきたいと思います。はい。では値段に戻ります。はい。現在の値段は 8.69 ですね。はい、14,012.9×8.69 で、21,772円のプラスということになりまして、 21.8% のプラスということになりました。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またね、7月に報酬がいただけるということになるといいなと思います。はい、では失礼いたします。